あ、もちろん大島さんとファンっていうか、あの尊敬すべき監督で、映画、日本の映画監督の中でもかなり特殊な人。その特殊というのは、メジャーな映画会社を辞めて自分で独立プロダクションを作って、自分の責任においてお金を集めて自分の作りたいものを作ったっていう作家性の強い、あのもちろん商業映画にそれは載せていくんですけど、作家性の強いその生き方っていうのはやっぱり我々世代の映画を作ってる人間からすると、尊敬すべきものっていうか憧れる存在ですよね。でやっぱりその監督の中でやっぱり戦場のメリークリスマスもまあ非常にいい作品だと思うけど、やっぱり非常に挑戦的な、その藤竜也が主役で作ったあの愛の子リーダーっていうのがあって、それは何ていうのかな、こっちでタイトルが。